はい、それでは、今月、4月号ですね、はい、の開放誌の内容決め、内容決めしていきましょう。はい、まあどうしましょう。一応、まあ、4月だし新年度ということで、うん、こうなんか始まったこととか始めたことみたいな話がいいかなとか思うんですけど、もうあるよもうあの口で言いたくてしょうがないことが ね、いっぱいっていうか、もう 大きく2点、はいはいはい、まず、はい、2019年3月30日、うん、あ、はい、まだあの令和って分かる前そうですね、令和だよっていうのが分かる前に、やったことがあります。何かというと、あの私の CD これ見せてもちろんもちろん、この祈ろう、はい、パワーオブソングがダウンロードできるようになりました。イエーイ、ダウンロード、あの念願なんですよ。あの今までね、視聴できないのかとか、うん、そのね、言われてたのよ、すごく、うんうんうん、ね、CD しかないので、いや遠くの人なんかね、すぐこう聞いていただけなかったので、そのね、ダウンロードできたら一番いいなと思ってたんですけど、うんうん、そのやっとできるように、どこで買えるかとか、その詳しくないんだけど、レコチョクとか、うんうん、iTunes とか LINE ミュージックとか、うんうん、そういうの本当に、なんと全世界なの。そうですね、全世界でダウンロードできるようになった。なんかブラジルとかさ、はい、何このフィリピンとかブレイクしないかしらと私はちょっと思っているんですけれど、まあその全国で歌う、全世界で歌うっていうののこう、まず第一歩目、はい、知ってもらうということがまずできるようになったかなと思ってます、うんうんうん、なのでちょっとね、興味のある方はダウンロードしていただきたいなっていうふうに思っています、うんはい、でもう一点は、はい、4月の16日からの火曜日から、ハッセイとマリーのレッツリラックス復活でございます。おめでとうございます、ね、で、それ今まではね、ハッセイと2人で、うん、ハッセイを歌のレッスンしたり、でマリーがこう、ま、施術を受けながらこうなんていうかな、いろんな ね、 そうですね、リラックスする方法をお伝えしていきましたけど、はい、今回から4月 の、 その16日からはマリーの1分レッスン、1分間レッスンということで、もう1分間に1個だけ、うんうん、1個だけこう集中してこう声を出す方法とか、こんなことに気をつけると歌上手になるよっていうのを1個ずつお伝えした方が分かりやすいかなと。毎週1つ、そう、毎週1つ、ね、毎週1つずつこう重ねていくと、なんと歌上手になれるよっていうのをこう作りました。動画をね、はい、動画作りました。でそれを見ていただいて、で、はい、見るだけでは上手にならないので、うん、ぜひもう1分のことなのでやってみてやってみて、まあ、声出すなりこう、ね、体こう姿勢を整えるなりっていうことをやってみて、あの上手に声が出るっていうのを体感してほしいんですよ、うんうんうん、体感することで、あ、やったって言って次のね、こう、ステップに踏み込んでいければいいなと思います。ますので、だいたい10回ぐらいを目安にね、うんうん、一塊したいなと思って、ね、まあ、回数はね、はい、またあの変わる可能性があるのでちょっとはっきり言えないんですけど、だいたい10回、絶賛撮影中でございますので、そうそう、絶賛撮影で、あ、これも伝えたいな、あれも伝えたいなっていうのが出てくると、それをあのね、またちょっと足そうかなって、うんうん、減らすことはないけど足すこともあると思うので、であの、まあ、ちょっとこれはまだトップシークレットなんですけど、ハッセイにもね、あのせっかくハセマリですので、マリーがこう1分でね説明しました。でそれのね根拠、どうしてそれがいいのかっていうのを、ハッセイのこの知識で、うん、そうですね、このマリーファンの方だけに特別にお教えしておりますので、そうそうそう、内緒で、うん、内緒であのやれたらいいなと思っています、はい、まあ、せっかくねハッセイと立ち上げたことなのでね、うん、今年もコンサートできればいいなとも思ってますし、まあ、いろいろ企画はしていきたいと思ってますので、楽しみにしていただければと思います。はい、ありがとうございます。じゃあそんな感じで解放誌、うん、はい、書いていきましょう。そんな風にぜひね、マリファンに登録っていうのをみんなに言ってそうですね、面白いよって言って、でもう夢だけ語っちゃうと、マリファンもうちょっと人数が増えたら、あのバスツアーやりたいなと。そうですね、昨日業者さんと喋っちゃったなので、そんなこともできたらいいなと思ってますので、ぜひぜひあのマリーを紹介していただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。